こんにちは。こんにちは。こんにちは。やっほー。やっほー。名前呼びますので名前を教えてください。皆さん、じゃあお出かけしようかなって思ったんだけど、春も妹も頭痛くなってしまい横になってます。あ、早い早い。なおちゃん、ななちゃん、あみちゃん、りほちゃん、ゆいなちゃん、あいかちゃん。じゃ、呼び捨てでいきますね。みほ、にいな、さや、みお、なな、はるか、まいか、なお、さやか、みゆ、まなか、ゆな、かんな、さなえ、しょう、りさ、ねね、るみな、なお、ほのか、ひかり、なつき、ゆうか、うたな、うたな、うたなか。ちゃんもも、さやや、まあ、ひな、しょうこ、かな、かずは、あ、ゆりんばらありがとう。まーし、そこ抜けた、そこ抜け、そこ抜け。小春、セリ、マリ、かな。あれ、二人が戻ってしまいました。リンポム、こんにちは。七位だ、皆さん頑張りましょう。ちょっと寝ながらでごめんなさい。長い。髪の毛ボサボサじゃん。リモコン発見？あ、リモコンそこに。大丈夫です。じゃあさっき寝てて、ボッサボサ。寝てて、なんか、はっって一瞬起きて、あ、3時だって思って。頑張ります、頑張ります。そう、これから、妹とお出かけに行こうかなと。でも妹も寝てるんですよ、今。お出かけいいでしょ。さとし、やっほー。妹になりたい。妹と名前が同じの子が妹になりたいって言ってる。ワンちゃん妹。リサ、やっほー。あ、ムーくんだ。ムーくん、やっほー。
で、なんか外羽になってんだけど、内巻きにしたんだけど。ゆいか、行ってらっしゃい、お出かけ。ルチャの方が嬉しいかな、今は。ルチャって呼んでくれた方が。でも全然ハルちゃんでもいいし。なるほど、お兄ちゃん欲しかったな。今日特に乾いてる時がこんなに髪の毛のボリュームがすごい時に言われて大丈夫かしら。お腹が鳴った。タン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 。お兄ちゃんいる人っていいなって思う。キャンディーありがとうございます。ご飯食べた。シチュー食べたよ。エゴサめっちゃします。私エゴサミンです。髪色めっちゃいい。それな。でも今髪の毛のボリュームが、どんな寝方したらこんな髪の毛なんだろう。あの、井手上漠くんっていうめちゃくちゃ可愛い男の子いるじゃないですか。あの、今めっちゃ話題の。じゃあ皆さんツイッター会合ですよ。この後井手上漠くんツイッター会合ですよ。いや本当に自分よりも何百倍も何千倍も可愛くて。そう。え、ねえねえ、シム入れるさところなくなったんだけど。横顔もいてるか。今日横顔にしよう。鼻低いな、丸いな。それもはや女の子だよね。めっちゃあのなえなのちゃんに似てる。私なえなのちゃんもすごい好きなんですよ。可愛くて。うん。やっほくるみ、可愛すぎるって。学校驚愕ですけど、男の子8人くらいしかいないです。でも喋ったことない。みんな、なんか2人くらい、あーどうもって感じで喋るけど、その他はもうギャルギャルしい女の子といっぱい一緒にいる。最近またルジモチベ上がった。あ、どうも。私女子校、でも女子校行きたいんだよな。よいしょ。ルミちゃん、授業参観の時男の子にイルジャマル大好きって言ってきたの。最高じゃん、君。今日はおばあちゃん家からです。笑うのやめてやって。笑っちゃった、ごめんって。なんでカエルにしたの。私がカエルが好きでカエルに似てるからです。アーカイブは毎回残します。今日 TikTok 出したいんですけど、私携帯壊れてて携帯壊れてて TikTok 出せないんですよ。さっきの部屋とは違うところです。みんなコインじゃねえ、ハート投げて。
ジュキアの YouTube にいた。いたね。なんか、そう、セリシュンくんがカメラ前やってて、で、あの、お話ししたことあって、で、あ、このふわふわだよってなって、で、あ、ふわふわなのみたいな。ちょっと来てよ、来てよ、みたいな。あ、でも、あの、私動画映れない。あ、でもそう、あーっていうので、あの流れになって、そうで、ちょっとポプセンの宣伝をさせてくれたので、感謝です。サムネはビビったけどね。頭いいの。全く良くないですよ。めちゃくちゃ悪いです。携帯直ってないです。今これ画面外れそうな携帯使ってる。前の。で、もうバキバキになっちゃった方は家で放置。声好き。ありがとう。なんか高い声も出せるし、低い声も出せるし、普通の声も出せるしって感じです。なんとかですよみたいな、あ、全然全然ありがとうございますっていう時もあるし、あ、ありがとうっていう時もあるし、あ、ありがとうございますっていう時もある。こんにちは。テスト期間なの？頑張るじゃん。あ、チェーパンレッホー。放置ね、ダメだよね。届く。でもね、昨日ね、なんかあの、なんていうの、保証で頼んだやつが来た。あ、バラありがとう、ツヤパン。メイクしたまま寝ちゃったよ、終わった。うん。今日は何するんですか？今寝てました。ゆらくん、やっほー。今寝てました、しっかり。爆睡でした。でもこれから、妹の行きたいと言ってるレモンスカッシュのお店に、お姉ちゃんが連れてってあげるんですよ。マジお姉ちゃん。お出かけから帰ってきたと言いたいところなんだけど、寝てしまい、あ、スポーツカーありがとう。エジンさんありがとう。あ、6位になった。6位になった。嬉しい。もっと上がってこ。いや、私本当に妹大好きです。というか、ルチャに言ってないと思うけど、俺今年20歳よ。今19。大丈夫大丈夫。ファンファンの最年長23だから。美しい。ただの気持ちが6になったので行きます。ごめんなさい、マイク押さえました。船実質お兄ちゃんでよき。お兄ちゃん、あげじゃん、お兄ちゃんじゃん。寝起きの感じください。うん。うん。あ、寝起きの感じはポプティン TV の寝起きドッキリを見てください。鼻がテッカテカです。
バファCD出す予定ですか？出したいです。はい、ジンさんの名前呼んでました。じゃあれにしますね。順位が上がったらスクショタイムっていう方式にしてこう。マッツンテディベアありがとうございます。北海道行きたい。雪祭りとかのなんかゲストで呼んでくれないかな。夏祭りでねえ、めっちゃ楽しかったじゃん。だってハム、あの行った時、ハートでハートまた聞きたい。春の声、ハートハートいいです。なんか最近すごいライブをやるたんびになんか歌が上手くなったとか声量がすごくなったとかすごい言われるけど、めちゃくちゃ嬉しいから、もっとねソロでも歌いたいなって思うし。今日可愛さ仕上がってんね。嬉しい。仕上がってる？嬉しい。そう、ニコプチで北海道は小春と一緒に行きました。小春とスズナとノアかな。シャボン玉の最初のルジアの声めっちゃ目立ってる。マジ？キラキラのところかな。でもライブ来たらヒナといい感じに混ざってると思います。群馬行きたい。群馬は車で行けるかな。サナ来た。サナだ。サナちゃんありがとう。あ、サナちゃん、あ、サナちゃんだ。サナちゃんサナちゃんありがとう。サナちゃんがいる。チョキ。この間ブックオフでシャボン玉見せた。ブックオフなの日本ねえじゃん。ブリンブリンどれぐらい練習したの？いやでも1ヶ月前くらいに振り入れして、でも1ヶ月前もでもなかったかも。そうジンさん爆裂じゃん。嫉妬。ジンさん、さっきスポーツカーありがとう。京都行きたいです。京都はもうプライベートで行きたいなって思ってます。髪ボッサボサ。フィクションは本だけにしとけよ。キリちゃんと二人すごかった。嬉しい。なんかキリちゃんとみゆきと並べるくらい踊れてたよって言われててすごい嬉しい。あ、ラステさんカップケーキありがとう。横浜行きます。横浜はこの間行きました。広島来てよ。行きたい。広島、あ、感じた。広島は行きたいです。ステディ歌えたら大したもんだよ。いや本当になんかね、島袋さんと声が似てるっていうお声をいただいて、なんともありがたいのか。鎌倉行く、行きたい鎌倉。確かに声に出た。嬉しいです。大宮とかでライブやってほしい。大宮はもはや埼玉なんで地元なんですよね、もはや。うん、行きたいです。プライベートでもよく行くので。いや大宮は行かんな。大宮は行かない。埼玉県人はあのあれですか、池袋を埼玉だと思ってるんで、私池袋にばっかり行ってます。タピオカ中毒ですか？まあ、中毒ではない。飲まなくても生きていけるからね。ハレルパートあると盛り上がる。嬉しい。山口県と福岡県来てほしい。行きたいです。あ、7個ありがとう。ホールケーキ。
埼玉の女の子がガツガツしてるらしいよ。え、全然ガツガツしてなくない？春って。だって春なんか、なんかさ、あ、なんかなんて行かない人じゃん。なんか、ありがとうございますって話振られないと話できないから、あ、みんなこれ覚えといて、私は話を振られないと話ができないので、握手会とかに来た時は話を振ってください。お願いします。生タピオカはこの間サナともっちゃんも行きました。美味しかったです。埼玉広い、広いよね。埼玉新都心とかの方もたまに行きます。海外行きたい。海外来てほしいということは海外にいるんですか？すげえ。ぽっちゃん、もっちゃむだわ。海外行きたい。でも、韓国に行くために今、お金貯めてる。ハルル近くで見てるだけ。確かに、チヨポンっていつもお話をするときもあれば、ニコニコと握手しに来てくれるときあるからね。嬉しい。海外住んでるから会いに行けない。じゃあ、そういうときはレジャマルが会いに行く番ですね。韓国なら3万あれば行けるよね。そう。3万貯めよう。3万貯めよう。あ、ジンさん。ダイヤありがとう。ダイヤのリング。いつも緊張。え、いまだに緊張してる感じ？かわいいかよ。似合わなすぎじゃね？どうやったら1万ポイントとか貯まるの？もうあれですね。コインを買ってくださってる方がたくさん、本当にいて嬉しい。なんかこんな私のためにね、いろいろ使ってくれて。買えるないの今探したんですけど、なかった。私最近豚って言われるんですよね。悲しい。ロシタさん、かわいい、ありがとうございます。今日クリオネ級の透明感。現実に戻った感がすごかった。地域祭り行きたいんですよね。何何何？岩手が何？ユアティと1万差だよ。みんなユアティと1万差だって。やばいじゃん。っていうことは5位と1万の差があるってこと？そんな。ハルルの舞台まで、ちょっとまた私も舞台に出たいので、これを見てるなんか舞台関係者の方がいたら私をお願いします。じゃあ、この期間が終わったら仲良くカラオケ配信でもしましょう。事件の YouTube 見たぞ。私もあれびっくりしました。ね、カメラマンのチェリシュン君、ちょっとお話ししたことがあって、そう。
で、それでなんか、あ、この子ふわふわだよ、みたいになって、え、じゃ、ちょっとおいで、みたいになって、え、ちょっと待って、私、事務所があって、あ、事務所、あ、ちょっと事務所、みたいになってたら、ああなってた。そう、だから何も、企画内容も知らされずのあの話だったからね。ちょっとみんなを混乱させちゃって申し訳ないなって思った。ルチャの映画はバレンシアガ並みです。です。ふえ。私、バレンシアガ並みですか？嬉しい。私、バレンシアガのもの何も持ってないんですよね。高いじゃん。高いとかの問題、あれは高いじゃない。もうなんかもう高すぎて。買えない。当たり目か。そうなの、事務所に話通ってなかったんだよ。だから僕はびっくりしてる。でもちょうど幸いにも事務所の方が、ね、幸いにも事務所の方がね、バズの方と知り合いで、よかった。サムネね、一応ね、言ってはあったんだけど、ほんとちょこっとならって言ってはあったんだけど、セリシュン君の方に。まあ、そっからね。でも、まあ、ポップ戦の、あれも、できたし、ふわふわの宣伝もさせてくれたので、まあ、ありがたいっちゃありがたいですね。ジュキヤ君の動画は前から普通に見てたんで、TikTok とかのコメント見てる。あの、見てるんですけど、私今、携帯壊れてて見れないんですよ。どの動画？多分もうサムネ変わってる。サムネ変えてもらった。iPhone です。Android にすればよかったと何度思ったことか。うちだっていつピアス開けた？いつだろう？覚えてないな。でもなんかもう3個目塞がっちゃいそうなんで塞ごうかなって思ってます。3個もいらねえって思ってきちゃった。また開けたくなったら開けます。なんかこっちの上の2個塞いで、こっちに3個開けようかなって思ったりもしてる。また早くルチャに会いたいんですよね。会いますか。じゃあ、ふわふわに来てください。ドリキシさんもいいけど、ふわふわに来てください。え、全く痛くない。マジで痛くない。ルシアの舞台感動した。ありがとう。本当に。ルミナちゃん、ありがとう。ユアラちゃん。アユラ。ごめんな。読めなかった。アユちゃん、いろいろ来てくれる。ライブも来てくれる。嬉しい。最近、ルチャ不足。ありがとう。あ、頭が回らなくなってきた。ルチャってスペイン語で戦いって意味だよね。え？戦い丸うち。なんか日本丸みたいじゃん。どんなレッスンしてるの？今ですか？私は、もう、ダンスというか、基礎というか、体幹とかを鍛えるレッスンと、いつもはネイルじゃねえよ。いつもは、ギター行ってるんですけど、ギターは今ネイルのね、関係で行けてなくて、
じいさん抜けちゃうの、ありがとうございました。また来てください。ルミナとアユラちゃんは圧倒的わかるよ。中学ピアス OK だったのダメだったけどつけてたよ。私は空手はやってないです。全然空手なんか行ってもいいよって言われてるけど、空手はなんか基本撮影とかぶっちゃったりとかして行けてなくて。みんなに悪病を移す。ボイスレッスンはたまに行ってます。でもなんかみんなと いろいろ会うっていうのが、なんていうの、事務所とかで人と会うっていうのがすごいあんまり私好きじゃなくて、そう苦手なんですよ。なんか人が好きそうって言われるけど、あんまりなんかあのお疲れ様ですとかなるのが好きじゃなくて、だからあんまりレッスンは極力あのこれに絶対に行ってねってやつしか行ってないですね。あとは歌はカラオケで自主練とか、このバーバンチのスペース使って自主練とか、あとはダンスは妹のダンススクールたまに顔出しに行ったりしてます。なんか社交辞令みたいなのが嫌なんですよね、しなきゃいけないけど。リップ愛しとうよ。リオちゃんは、自主練をよくするんですね、私。自主練、人と会わないように、その、スタジオで、スタジオ撮って、自主練の時に、リオちゃん隣で歌ってたりしてます。そう、バーバのお家は割と大きめです。でも、私の家は、私のお母さんがマンションが好きなので、マンション住みです。しかも、私、高所恐怖症なんですよ。すごくすごく、ものすごく高所恐怖症なんですよ。だから、同じマンションの部屋が、私は好きで、2階引っ越してるけど、全部その部屋の、家の1階なんですよ。そう。夜に帰ってきて、エレベーターを使って、上がるっていうのがすごく嫌なんですね。怖いじゃん。だから1階にさささって、おう思考停止してた。レジェちゃんかわいい、イベント頑張ってありがとうございます。そうだ、皆さんに改めてこの LINE ライブの目的というかを説明します。今、次世代バトルというものをポップティーンの、ね、ポップティーンの企画でやってて、LINE ライブだったり、アンケートだったり、で今、競ってるんですけど、アンケートが私は今11位で、なかなか上に上がれないから、LINE ライブ？そう。LINE ライブで、競ってるんですけど、この順位が1位だったら、1位だったらポイントをもらえる。しで最終的に1位だった人にはピン企画がもらえるんですよ、ポップティーン でそのピン企画に向けて今頑張ってるところです。でそれがポイントだったりハートだったりで1位とかが決まるので、それを見てぜひお願いします。今頭が回らなくて何言ってるか分かんなかったと思うんですけど、まあね、いろんな人のツイッターを見てください。ポップティーン全員で戦ってるの、ポップティーン全員じゃないです、全員ではなく次世代バトルなんで、次世代の活躍するモデルさんだから、メルちゃんとかメルルさんとかほのぼびさんとかネオちゃんとかはあれですね、もう今のスーパースターなので、
参加してないんですけど、だからのんのんかのんちゃんとか、のんのんとあとゆあとかあいりちゃんとかりことか、あとレギュモンとかクレアさんとか、クレアさんだってクレアちゃんとかね、いろんなモデルさんが参加しています。2位もね、多分ね、何かしらのご褒美はあると思うけど、2位はね、ないんですよね、多分。もう1位がピン企画だと思います、これは。テントウムシなの、これテントウムシ。あ、一輪のバラありがとう。唇熱くていいって最近すごい言われるようになった。でもなんか唇熱すぎるっていう意見もあるし、いろいろある。ラインライブのポイントは、フォロワーさん同士でフォローし合ったり、春のファン同士でフォローし合ったり、毎日ログインでポイントもらえたりします。あ、1万突破した、ありがとう。まいちゃん、やっほー。リアルにロングになっても好きなんかな。好きっしょ、好きでしょ、春のこと。あやねちゃん来てくれてありがとう。桜エビベーコンズの、桜エビベーコンズの由来を教えて。私とみかんちゃんでまず話して、どんなんがいいかなって言って、なんかメンバーもメンバーだしピンクだし面白いのがいいよねって言われて、あ、そういいですよねって言われて、あ、確かにそうだねって言って、違う、みかんちゃんになんか桜ってピンクだよねみたいな。でみかんちゃんが、あ、ピンクのあの絵文字こんなにありましたって言って、桜とエビとベーコンが送られてきて、桜エビベーコンいいじゃんって言って、桜エビベーコンどうですかほのぼびさんって言ったら、面白いみたいな。で、桜エビベーコン図の方がみんなっぽいよねってなって、桜エビベーコン図になった。ポイント終わっちゃった。ポイントはあのポイント購入画面の下、どんどん下にスクロールしたら動画見るところがあるんで、動画見るところでもポイント集められます。どうやって事務所入ったの？私はあれです、スカウトです。ナルミヤっていうブランドあるじゃないですか。ナルミヤの私が個人的に応募してたオーディションの新年会があって、そこに行ったら今のマネージャーケイシがいて、ケイシがフォローじゃねえよ、スカウトしてくれました。ケイさんにフォローしてもらいました。フォローじゃないんだって、スカートしていただきました。今日眉毛可愛くない？勝ちな配信やってほしい。寝ますよそんなこと言われたら。スクショタイムはですね、順位が上がったらやることにしました。ごめん、出遅れた。おい、ヒカルくん、出遅れちゃダメでしょ。そこどこ？バーバンチ、バーバのベッドの上です。いつも
いつも可愛いんだわ、言わせない、言っちゃったね。サーキュレーション好きなんだけど、あ、ルチェマルも好き、でも疲れるから嫌、どっちなんだい。ふわふわの音源化されてない曲で一番好きな曲はアルゴリズム。パパの家近いのに、お家から車で30分くらい、割とある。今バーバンジンハルと妹とママとパパがいます。これからいとこ2人が来ます。あ、ヒカルくんティアラくれたから許す。ランニングあんましないです。ジージはフィリピンに行ってるらしいですよ。お土産楽しみ。バーバの荷物が映っちゃう。いかんいかん、これは。気だるい、気だるい感じで配信してるの。何言うとねんて。来るの待っててくれてた。待ってたよ。今6位、5位に上がったらスクショタイムします。ビバの最後のリリーメント来てちゃ急いでサイン終わらせてたよね。それな、急いでって言われちゃった。巻き舌うまくない？プルルルマリナ。マリナちゃん、ありがとう。巻き舌うまい理由はあれですね。発声の時に巻き舌やってるからじゃない。舌を柔らかくしなきゃ歌えないので。やっぱあるじゃやな。ありがとう。チキミじゃん。あのこと大好きじゃん。知ってるよ。ルミへの愛はどれくらい？あ、でもルミちゃん、ハルのこと大好きじゃんか。だからそれと同じくらいだよ。巻き舌って練習するんだ。するよ。プルルってやったり、プルルルってやったりして、してだって、して、そう、巻き舌してる。眠い。ちょっと早めの50分切り上げでもいいですか、皆さん。声が小さくなる。ごめんよ。ちょっと。50分切り上げでも大丈夫？頭が働かなくなってきちゃったから。そう、ちょっとさっきまでね、偏頭痛で頭痛くて寝てて、もうちょっと休んでから、多分次の配信も4時半は無理かなって思ってきちゃっててます。ちょっとだけ体を休めさせます。みんなありがとう。みんな体のこと考えてくれるの嬉しいよ。藤丸すぐ倒れるからさ、体強くしなきゃいけないんだよね。
うん、休みます。元気に笑顔で。別になんか眠いわけじゃないんだよね。あ、今休憩中だったの？よかった。夜頑張れば、今日のバーバたちとご飯に行くんですよ。だからご飯が終わったらすぐ配信できるかなって感じかな。で、今日はあのすごい遅れた誕生日ご飯を食べに行きます。スカートジャパン出てましたよ。次は何時配信？16時半の予定だったんですけど、18時半から19時までやって失礼します。それか1018時だと思っといてください。18時、18時だと思っといて。もしかしたら18時半になるかもだけど、18時だと思っといてください。もう詳しくはツイッターをチェックちゃんとしておいてください。うん、あの18時だと思っといて、始まんなかったら18時半なんだなって思っといて。 OK、 じゃあみんな出遅れてみる。出て遅れてみてね。ありがとう。じゃあ皆さんまた来てください。バイバイ、ありがとう。